Hey! Hoyo Miyasan, c'est Gensho. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour continuer mes aventures sur Tale of Berseria. Donc, c'est parti. Donc, là, on avait. Enfin, j'ai battu la gardienne là du prêtre qui allait la. Enfin, qui allait, comment dire, l'arrêter. Voilà. Donc, moi, le personnage Velvet s'est mis entre son chemin et elle a défoncé le prêtre. Mais le prêtre s'est changé en monstruosité, on va dire. Et ça enfuit. Donc là, je suis sa poursuite. Donc, c'est parti. Je suis avec Velvet et son équipe. Donc, c'est parti. Allons-y. Alors, allons le trouver, le tuer, le mettre en pièces. Le bouffer. Accessoirement pour Velvet. Donc, c'est parti. Ok, on descend, descend. Eh oui, non. Ah. Ça, c'est une créature. Ok. ことか。結果前に。何はともあれ、依頼は果たせたの。結果的にじゃが。そうね。報告に戻るわよ。大使さんに何を。それにこのゴマは一体。知らないし興味もない。 ふざけてるのはそっちよ。大魔師の力なしで私とやるつもり？一体何なのだ！ なかなか盛りだくさんな一夜だったな。気を抜くな。まだ夜は終わっていないぞ。OK。OK, on récupère tout ça, tac 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 tac. J'ai cru entendre un chat, non? Voilà. What? Ok. Un chat avec une sorte de mec avec un chapeau d'une sorcière. Cool. タイマシから精霊を奪うとはな。どうやったんだ、マギル。もともとビエフはわしの精霊なのじゃ。それを裏切って家出しよってからに。うう、マギル姉さんの精霊使いのパッドさんに耐えかねたんでふ。さすらっていたところ、エレノア様に拾われたんでふ。エレノア様は優しかったんでふよ。そうかそうか。 今の発言含めてどうお仕置きしてくれようかな。
またバットの日々が戻ってきてしまったでぐ。あんた大魔師だったのね。違う、魔女じゃよ。こやつは魔法の種と仕掛け的なあれじゃ。だから精霊と契約できるのは大魔師だけでしょ。そんなのは大人が勝手に決めた儚いルールじゃよ。やめておけ、ベゼット。問い詰めるだけ無駄だ。無駄だ。ouais。D'accord. Ok. Plus de place. Non, mais je crois que j'ai juste à retourner là-bas en fait. Ok. Ah bah c'était bien le truc à défoncer. Ok. つまり4体の強力な精霊がいれば俺たちも結界を抜けられるってことか。だが清涼に従わない精霊は滅多にいない。考えたな。こう見えても僕は A ランクなのでぐよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと1体精霊がいるな。大魔師から奪うしかないわね。わしも行くのか？めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いていってもらうわよ。礼儀がなってないの。そこは、ご同行ください、マギル様。じゃろ。頼んだら来てくれるって言うの？同志を襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ、めったにない見せ物じゃし。マギル姉さんは、こういう人なのでふ。僕、みんなに、一緒に来てほしい、です。お願い、します。ライフセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。待て、ベルベット。ん？おやまあ、無理もない。長い夜だったからな。援助頼める？ええ、もちろんよ。
起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は痛いのも自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。強くなきゃいけないのよ、仇を討つために。仇。出発するわよ。六郎たちは広場で待ってるはずよ。La la 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 la鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。分かってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのに、本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょう。カノヌシは存在しないっていうのか？うん、カノヌシと呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつ。言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほ、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろんよ。第一狙いはアルトリウス。それ以外どうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライキセット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔神が検問を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に検問の様子を調べるよう、シルフもどきを飛ばしておいて、その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。オッケー。それにしてもシルフもどきは便利な鳥じゃのう。どこにいても届くし、いざとなれば非常食にもなるしな。ふん？シルフモドキの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは清涼を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。ははっ。だがどういう仕組みなんだ？伝書鳩は奇想本能を利用して飛ばすもんだが、シルフモドキは旅先の相手にちゃんと届くだろう？シルフモドキはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ？いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。
ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前シルフモドキが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。飢えるなら試しに一つ食ってみないか。ダメだよ六郎。やっぱりダメか。OK。 Sérieux celui-là。改めまして皆さん、精霊ビエフです。よろしくお願いしますね。よろしく。ちなみに僕の精霊ランクは A です。ライフセット同じ A ランク同士仲良くしようですね。精霊ランク、僕も A ランクなんだ。不思議はない。見かけによらずなかなか力があるからな。アイゼン、お前も A ランクなんだろう。らしいな。だが星稜が俺たちを刺激するために決めた胸クソ悪い物差しに過ぎん。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビエーン、僕の拠り所全否定でふか。海賊やゴムの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な A 級じゃよ。特別な A 級？感動です。マヒル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんですね。昔から変わらぬぞ。主が A 級にわしのしもべであることはの。そっちの A 級ですか。そうばーっと。緊張感のないやつにまた増えたわね。Un super insouciant celui-là. Sérieux. Daisai 様がお怪我をなされて、しばらく療養されることになったそうよ。教会の人は Daisai 様が離宮を片付けているときに棚の上から荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって、それが本当なら一体誰が。いつも素晴らしいお話をしてくださって、みんなとても尊敬していたのに。物騒な話ね。ええ、私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってしまって。私は全然怖がってなんかないよ。嘘だ、お姉ちゃんが泣いてるの見たもん。僕は全然怖くなんかないよ。悪い賊が来たら僕がやっつけるんだ。その迫力なら悪い奴が逃げそうね。棚ぼとで大怪我とは抜かりのない情報操作じゃの。城で司祭が殺されたなんてことになったら誰もお上を信じなくなるからな。パフォー。よいよ。その怪しみなり、お前らあれだろう、忘れもしない。ローレスの入り口で鳩出したマミムメ記述団だろ。マミムメではない、マギルー記述団じゃ。なんじゃお主、あの場におったのかい。そうとも、ゼクソン校から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに、いつまで経っても話を聞かない。でもここで会えたが100年目だ。明日にでもゼクソン校で講演してくれないかな。そっちの愛想のない姉ちゃんの
からの魔法使いの姉ちゃんの鳩記述。やってもいいが、わしらの出演料は高いぞ。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、釣れねえな。今回は縁がなかったと思って諦めるのじゃ。さもなくば、お主がこの世から消える記述をこの弟子がやりかねんぞ。いいじゃねえか、やってくれよ。弟子にやらせてもよいが、お主は消えたまま戻れぬぞ。それでもよいのか。マジ。マジじゃ。そしてわしらはマギルー奇術団じゃ。次の機会を待つがよい。Sérieux. Est-ce qu'on peut aller voir là-bas ? Question. Je pense que je peux rentrer dans le truc. Du moins bah, pour l'instant. Mais bon, je vais voir quand même. Est-ce que je peux rentrer dans le truc ? Apparemment c'est... Ouais, je peux rentrer. Ah c'est ok, c'est ça, ok d'accord. Ok, j'ai cassé... Ah sérieux. Oh my god, tu penses ça? Gofukaki tsumibito yo. Zange nasai. Zange? Atashi ni itteru no? はい。その胸元や腰回り、いろいろな意味で罪深き方とお見受けしました。どこ見てんの？このように私を含め人は業深き生き物、自らの罪を認め聖主様に告白するのです。心を見つめ直すことで業は鎮められるでしょう。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ？そうです。安心なさい。どんな罪も聖主様は許してくださります。告白します。聖主様、私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。え？それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。どう？聖主様は許してくれるかしら？いや、その懺悔の前に聖領に出頭することをお勧めしますが。ええ、そのつもりよ。聖領の親玉アルトリウスを殺すのが私の目的だから。タイマシ様、すぐに来てください。こうなると思ったわ。Sérieux. Ah, pas mal celle-là. Gofukaki tsumibito. Washi ni yottoru no kae? Sou desu. Doko kara tsukkonde ii ka wakaranai hodo gofukaki mono yo. Tsumi o kokuhaku nasai. Wakatta wa. Zutto hontou no koto o iitakatta. Demo yuki ga nakute ie nakatta no.これは聖主様がくれた機会なのね。おお、そこまで聖主様を思って。違う、私が思っていたのはあなたよ。ずっとあなただけを見ていたの。そう。私をですか？しかし私は聖主様に仕える身。いや、あなたも私だけを見て、そして抱きしめて。うわっ、私はなどというこっつまらん恋愛小説を読んでしまったんじゃよ。どうしようもない無駄な時間を過ごしてしまったことを許したまえ。なんという罪作りな。おっと、罪を告白するつもりが罪な告白をしてしまったか。これも許しておくれ。許したくない。sérieux, c'est là, sérieux.
Merde. Ah fuck. さすがは王都の大聖堂、大したもんだな。うん、すごい。うん、噂通り精霊術ではなく人間の最新技術で築かれているようだな。立体装飾と力学的合理性を両立させたアーチ構造が見事だ。ここに聖主とやらが祀られてるの？いや、とてもそうは思えん。長らく聖主信仰は形骸化していた。この大聖堂も信仰のためではなく王国の大陸統一を記念して建てられたと聞いている。つまり権力を示すのが目的か。なるほど、そりゃ豪華に作るはずだ。驚くのは早い。ここはただの入り口、しかもまだ未完成だ。この奥に巨大な神殿を建築中で、完成するのは数百年後の予定らしい。そんな計画でいいのか？気長すぎるだろう。わからん。なぜか人間は時々こういう突き抜けたことをする。だよな。死神とゴーマに呆れられるなんて大聖堂のありがたみゼロね。神殿どんなのかな。Bon, passage de la cathédrale est fini, voilà. Non, si on peut retourner dans le machin. On peut rentrer dans le truc, mais on pourra pas passer par le chemin qui est là. En gros, tout ça, ça sert à rien. Il y a juste ce passage là pour aller là-bas. Ok. Mais je vais récupérer juste cet autre truc et partir à plus loin. Voilà. Bon, je crois pas que ça sert à quelque chose de rentrer par là. Pour l'instant, du moins. Peut-être qu'il y aura un passage plus tard. Qui sait. Alors, on se barre ici. アルトリウス様の演説には心打たれたよ。きっと町の連中も感動してるよな。っていうか感動してくれないと困るんだけどな。なんであんたが困るわけ？商売だからに決まってるじゃないか。今聖主カヌヌシ様の先座の儀式が行われてるだろ。あれだけ感動的な演説を聞いたら誰だって新しい聖主の御座を拝みに行きたくなる。そこで見学記念の聖杯を売るのさ。そいつを今ゼクソン港から運んできたところなんだ。おお、カヌヌシ様はいろいろとご利益があるんじゃな。
その聖杯には何か紋章などは入っておるのかい？これから町の職人のところに持ち込んで紋章を書き込ませるところだ。無駄にならんといいがな。バカ言うなって。ここで売らなきゃいつ売るんだ。商いの素人にはわからんか。商いはわからんが、お主の未来は見えたわ。意識もあいつも私がこの手で。Ouais. Faire des bénéfices sur ça, ouais, pourquoi pas. Saikin, nandaka karada no choshi ga aru in da yo na. Nectar nondeta toki wa yokatta no ni yo. Nandaka kyū ni te ni hairi nikuku natte. Yami toriki ja 20 ba ijou no ne ga tsuichimatte. Ooto nara utte ru to omotte kitan da ga, doko ni mo nai in da yo. Nectar wa yamete oke.あれには石成鋼が入っている。なんだって。石成鋼ってのは確か常習性が高い、ちょっとヤバいやつだろ。手に入らなくなった今がやめ時だ。船乗りならそんなもんに頼らず体を動かせ。ああ、そうだな。ネクタはやめだ。これからは仕事上がりに浸水にするぜ。いいこと教えてくれてありがとうよ。Oui, il veut boire de l'alcool, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Que le nectar, ça, franchement, ça te tue à petit feu, ce machin. C'est marrant. Bon, avec la gelée aussi, mais ça faut pas dire. Sérieux. ゼクソン校で偵察と合流するぞ。ララ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 ラ。Et je vous dis à plus tard pour un autre épisode. C'était Gancho. Oh, 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 oh.